はい、お疲れ様です。よっこいしょ。今回はちょっとまあこのヘッドの修理というか回収動画というかまあちょっと DIY 的なことをしていこうと思います。はい、僕のヘッド後ろにエアコンがついてるんですよ。こうやってね、このエアコンのこの室内から引いてくるこのこれもう分かりますかね。もうこれ割れてたりもうこれくすんでたりこんなんしてね、もう汚らしいんで、ちょっともう割れてねこんなんなってるんで、ちょっとねこれを新しく綺麗なやつに変えていこうと。でちょっともうバラし始めちゃってたんですけど、もうこんな感じでなんかもうね、よいしょ、言っちゃ悪いですけど見てくださいこれ、適当な穴開け、これわかります？適当な穴開け、これほんでなんか穴いじミスってるし、はあ、てかねこれね、この中に余裕あるんやからね、これ入れてくれりゃええのにね、一緒になんでか分けられてるんですよこれ、ほらなんでやろ。ちょっとこれが気に入らんのでね、もう普通の家庭用のこういうやつ、こういうやつにもう黒でね置き換えてやろうと思いまして、はい、まあちょっと僕もともとエアコン取り付けたりしてたことがあるんで、まあちょっとこういうのつけて、あとはこういうねこうフレキシブルなやつで、まあちょっとよいしょ、こういうねジョイントとかで、でねこれね普通ね穴開いてたらパテで埋めません？虫とか入ってくるやんね、これ腹立つわ。ほんで僕まあまあこうやってパテ買ってきたんで、まあこれちょっと埋めますけどね、なんかちょっと適当やな、これどこがつけたんやろ、ディーラーかな、仮装屋かな、えぐないっすか。はい、とりあえずちょっと作業していきます。はい、とりあえずバラせましたね。これがドレンで、これがあれですね、ガスの行きと戻りと、これがまあ電気の線。今回はねもう全部一緒くたにして中に入れ込んでしまいたいなと思ってるんで、汚ねー。はい、まあね言うなれば元通りにやっていくだけなんで、そんなに難しくはないと思いますけど、はい、作業していきます。これね、ここに背中にピーッと切れ目を入れればこうガバッとかぶせてできるようになってるんで、切れ込み入れていきます。Thank you.
い、まあなんとか。これちょっとね、色剥げて錆びてますわ、もともとのやつが。ちょっと後でタッチアップしときます。はい、ちょっとね、本職の方に見られたら笑われると思うんですけど、とりあえずパテで穴埋めしました。まあとりあえず水が入らなければ OK だろうと。前のやつね、洗車した時ね、中にね水入っとったんですよ。それがちょっと気になっとったんで、あとちょっとね、これもね、時間ある時綺麗にせなあかんっすね。はい、とりあえず一旦はこれでここをつけていきます。攻撃の事実が、ハイルールの部分、鉄じゃなくて FRP なんですね。ミス機構なんですね。はい、ね、一応さっきのやつも録画してたつもりなんですけど、ちょっと録画できてなかったですね。最後の最後のええところが映ってなかったです。はい、一応これで完成しました。よいしょ、こんな感じですね。まあね、このね、あとはね、ちょっと時間ある時になんかパーツクリーナーかなんかで綺麗にして、この穴だけね、ちょっとなんかで塞がなあかんな。なんかええ方法ないかな。ちょっと汚いですけどね。はい、まあこんな感じで一応リフレッシュできたんで、まあこれでよしとしましょうかね。うん、このちょっと削れたところもとりあえずね、このね、純正の色っていうかね、これこのカスタムペイントになるんで色がないんですよ。なんで適当にね、ホームセンターで買うて似てるやつをやってみたものの、全然色ちゃいますわ。まあまあ、ちょっとおいおい考えていきます。これもね、マウントも一応両面テープでつけて、一応まあ周りコーキングで補強してるんで、まあ取れることはないと思います。これ元々ついてたのがね、両面テープだけやったんで、そら取れるわと思って、前まではね、ダラーンとこうなってたんですよ。それがちょっとまあ小切れにシュッとなったんで、よしと、よしとしましょうかね。はい。まあこのね、ここの汚いところだけちょっとあと、時間ある時にします。はい。本日は、こんな感じの DIY 動画です。まあ誰の、ね、ためになるかどうか分かりませんけど、まあこういうこともしております。はい。はい、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。